ドジャースファンフェス2024大谷翔平選手関連まとめ。大谷翔平、囲み取材、すごい数に。大谷翔平はどこ？まだ、プレイしていないのに。開幕前からこの盛り上がり。今でこれって開幕したらどうなる？スポーツネット LA のインタビュー、ケリーにポルシェをプレゼントしたことについて奥さんが作った動画は僕が見た中で最高の動画。背番号は選手にとって積み上げてきた価値があるものなので、そのお礼でプレゼントした。また優勝以外は失敗とも語る。恋人でもないのに、すごいプレゼント。生き方すべてを見習わねば。男気だわ。ジェインズ・アウトマン選手、ドジャースが彼大谷翔平を獲得した時は興奮したよ。チーム全体がそうだったと思う。彼の BP を見るのが楽しみ。すごいクールかっこいいって聞いてるからね。チームメイトから期待される大谷さん。大谷くん、どこに行っても愛されてますね。ランドン・ナック選手、彼大谷翔平は僕が今まで会った人の中で最も親切な人の一人だよ。わざわざ一人一人に声をかけに来てくれるんだ。ブランドン・ゴームス GM、オフシーズンの補強について、補強した選手たちのレベルの高さに興奮してるよ。先発ローテの補強、バランスの取れたラインナップ、そしてもちろん大谷翔平と彼が呼び込んでくれるもの。才能はもちろん、彼らは人としても素晴らしいから、最高のチームメイトになると思うし、ドジャースのカルチャーにうまく馴染んでくれると思う。大谷選手のドジャース入り決定直前の騒動について結構可能性は高いと思っていたけど、金曜のあの騒動トロント行きの誤報。誰かが書いたとしたらひどいシナリオなんだけどさ、飛んだジェットコースターだったよ。彼自身がインスタで発表する直前まで SNS 上の人たちと一緒にその起伏の波に乗ってた。結果的にハッピーだよ、間違いなく。フレディ・フリーマン選手、周りの興奮を見てよ。翔平のおかげだと思う。僕たちの孫の代まで語り継ぐことになる人物だよ。ムッキー・ベトス選手、大谷翔平の活躍を見るのが楽しみだよ。みんなが楽しみにしてるはず。彼がとても優れていること、彼が成し遂げてきたことの数々は皆が知ってるから、ドジャースの選手、ファン、メディア皆が彼を見られることを楽しみにしてる。彼が自分自身を律して行ってきたこと、野球のためにしてきたこと、それら全てが野球界にとっても良いこと。ドジャースの一員としてワクワクするよ。ホームズ GM、 大谷翔平選手のリハビリ状況について、春季キャンプはある程度、制限をかけてのスタートになるだろう。ただ開幕には間に合う見込み。彼はどのようなプロセスでリハビリを進めていけばいいかも理解している。打撃練習を続けているし、状態も上がっている。彼の調子がいい限り、次のステップに進んでいくと思う。順調そうで何より、開幕から大谷さん見れそうでよかった。焦らずじっくり直してほしい。以下大谷選手一問一答。初めてのドジャースのファンフェスで、今シーズンも間近ですけど、今の気持ちはどうですか？お客さんが入った状態でここにドジャースのユニフォームを着て立つのは初めてなので、楽しめたら良いかなと思ってます。ほぼ毎日のように自主トレで球場に来てると思うんですけど、トレーニングスタッフとの関係性、コミュニケーションはどうですか？まだ会ってない人が何人かいますけど、ほとんど挨拶はしたので、良いコミュニケーション取りながら、シーズンに向けて調整したいなと思ってます。個人的にもチームとしても、ここ10年間で何を成し遂げたら成功と言えますか？優勝一択じゃないかなと思うので、そのためにみんな頑張ってる。どのチームもそうですけどね。そのためにみんな頑張ってるんじゃないかなと思ってます。ドジャースファンの第一印象は？まだここにしか来てないので、これからかなとは思いますけど、印象としては熱狂的なので、シーズン中もそうですけど、野球への熱が高いなと思ってます。開幕戦について今も大体スケジュール通りには来ている。特に遅れているわけでも、無理やり早めているわけでもない。順調に行けば、間に合うんじゃないかと。デコピンについて、キャンプは行きますね。遠征は物理的に行けないと思いますね。デコピンとの過ごし方について、よくライトに反応してるので、僕が寝ながらライトを動かして彼が走っています。